頭の裏に手を持っていって、ね、で右手を、まあ、右の強者に打つ付けみたかったら こちらにこうやって移動させます、ね、移動させたらこの手がどんどん深いところに持っていけます。深いところに持っていけたらここ強者に打つ付けのところにあらかじめ指をセットして、でこうやってこちら戻したりここ掴んだ、これをこうやってみます。そんなに痛くないですね、うん、で本当にひどい人はこれがもっと痛いです。でこちらまた手を一番あの深いところに入れて頭の後ろに入れてこうやってこう痛いちょっとぐらい、そんなに見た目柔らかいから多分いけそうだ、これ失格で頭あの右を見たかったらまず頭を左にして、でこれ頭の後ろの方にこの左手の手を入れて、でここにセットします、ね、でこの手を元に戻します。つまりこうは、はい、これがそうです、これそう、うん、これがそう、こうやってクッグッと触りますね。で反対、ね、でこうやってこうこうこうこれそうです、うん、でこれを見てあげるわけですね、強者ニュートスキン者で、あまりひどい場合はこれがニュートスキンここにあるんだけど、こっちの方も鎖骨のこの中、鎖骨の中この辺もむつ痛いですね、これ見てあげる、うん、だからここだけ取るんじゃなくて鎖骨の中ここに痛いの、ね、ほんでこう大胸筋があって見えないけど大胸筋の中を見るという思いでこのね、ここを見ます。ここのつながってる筋肉とかこの辺を見ときます。でやっぱりあのストレス溜まってる人とかやっぱりこの辺首が凝ってる人ってのはこの辺もカチコチになってますので、ヨウ君はそんなに大丈夫なんですよ今現代ではね、うん、そやケイちゃんは結構ストレス溜まってると思います。お願いします。見方としてはこういう見方を覚えておいてほしいんですよ、うん、でもしケイちゃんに来てもらって、ね、こっち手を入れてこっち左手を入れます。ここ見えてますよね、ここをこうやってセットします。ここをこうやって、はい、これ、うん、でここの中もここそう、結構つらいですね、こここれつらいですね、これつらいですね、反対もこれここ今取っちゃうとみんな練習できへんから、ちょっとここね見やすいようにあの置いときましょう、はい、こういう感じで見ます。今ここで質問ある人いますか、見方に関して。